皆さんこんにちは、浪費家の妻です。今回の動画は11月1週目の家計簿をつけていこうと思います。はい、こちらがいつもつけている家計簿となっております。こちらの黒いカレンダーですね、こちらに家計簿を書いていたんですけども、このダイソーで買ったからなのか、この後ろにこの現金クレカの仕分けのマジックが映ってしまって、これが本当にもう私の性格上許せなくって、そうで、新しくこちら旦那さんに言ったら買ってくれました。はい、旦那のお小遣いで買わせたみたいになってしまうんですけども、なんかいいよって言ってくれたんで買いました。ただこれがですね、12月始まりのカレンダーだったんですね。もう11月始まって買いに行ったこともあって、もう11月始まりのカレンダーがなくて、12月始まりなので、今月11月のみ私の手書きで家計簿書かせていただきました。こちら日照簿記の勉強してたノートなんですけども、全然勉強しなくなりまして、はい、こちら家計簿作りました。もうすでに生活費書いてあります。はい、こんな感じで固定費変動費で書いてありまして、気になる方いらっしゃいましたら、よかったら止めてみていただいてっていう感じですね。はい、今一度ちょっと詳しく書いています。変動費の方に今月は水道代7000円が入っております。あと変わったといえばバイク代が増えている。それに加え食費が3万円3万円なんですけども、一応今月から1週間1万円チャレンジをさせていただいておりますので、まあ一応6万円取ってるんですけど、5週間なので5万円プラス残りの1万円を外食費という感じで仕分けていこうかなっていうふうに思っております。ただそれが守られるのかどうかは分かんないです。はい、全然自信がないんですけど、今回はお小遣いは旦那さんのみで1万円となっております。はい、この1週間1万円チャレンジですね、一応頑張っていきます。携帯代は11月の中旬ぐらいに旦那さんと一緒に携帯代の見直しを楽天モバイルでさせていただこうかなって思っております。こんな感じで一気にちょっとご説明したんですけども、固定費変動費合計合わせて29万4095円ですね。はい、まあこんな感じでね、とりあえず11月の1週目から家計簿をつけていこうと思います。1週目は1から5の5日間ですね。こちら現金仕分けのペンの色なんですけども、こちらのピンクの色を外食費、青色の色を現金ペイペイ、そして赤色を、クレジットカードに振り分けております。もしかしたらこのピンクと赤がちょっと見分けが難しいかもしれないです。そうなったらまた対処いたします。はい、ということでこちら1日から始まっていきます。最初の1日の買い物ですね、こちらの方動画にさせていただきました。月始めの爆買いっていうんですかね、まあまとめ買いですね。こちらがウォンツが4623円、ダイソーが220円、スーパーで3723円のお買い物となっております。まあこれは動画で説明したんですけども、意外と無駄なものは買っていないって言ったところで、そんな感じでしたね。まあ私のお昼ご飯のどん兵衛を除いてはっていう感じなんですけども、合計金額が8566円となっております。まあこのように1日1日目で8566円も使ってしまうといった強行に出たんですけども、はい、こちら2日目がノーマネーデーとなっております。まあ、まとめ買いの次の日はノーマネーデーが来がちなんですけど、今週なんとそうですよね、3、4、5と金土日お休みでした。ということでこんな感じの支出となっております。
いやーすごいですね。11月の3日、西松屋ガソリンウォンツ、サーティワンアイスとたこ焼きとセブンイレブンといったところで、この西松屋は息子の服が足りなかったので買い足しに行ったのと、ガソリンはいつも通りですね、なかったので継ぎました。あとはウォンツはお休みなんで金土日とお酒がなかったのでそれを買いに行ったのと、サーティワンたこ焼きはねイオンに行きまして、息子がすごいアイスが食べたいって言ってきたのでアイスを一緒に買って食べて、甘いの食べたけ塩辛いものが食べたいってなってたこ焼きを買ってしまった所存でございます。こちらのサーティワンアイスとたこ焼きは外食費に含まれますといったところで、3日目結構使ってしまったんですけども、こちらの合計金額をただいま出していきます。いやかなり使いましたね。サーティワンアイス娘もちょろっと食べてすごい幸せそうな顔してました。はい、合計金額出ました。15,570円となっております。いやー2日目、まあ今週の2回目の出費の日としまして、15,000円超えですね。まあ、クレジットカードも含めの金額となっております。一番最後に現金の仕分けの方をさせていただきます。いやーかなり出費です。はいはい、こちら11月の4日、見てわかる通りマック、そして旦那にペイペイを1000円あげたんですけども、こちらどちらとも外食費となっております。まあマックはわかる通りなんですけども、お昼ご飯です。で、旦那のペイペイ1000円がですね、この日すごい私の体調が悪くなってですね、ご飯が作れなくって、旦那にペイペイを渡して晩ご飯をスーパーでちょろっと買ってきてもらったっていう感じです。はい、次5日ですね。11月5日の出費です。こちらセブンの1065円となっております。この日がですね、セブンイレブン行ってるんですけども、公園でみんなで遊びまして、暑くなって帰りにアイスを買ってみんなで食べるという行為をいたしました。はーい、はい、こちら11月の1日から5日までの家計簿となっております。今から合計金額を出していきます。まあ、なかなかに見る限りコンビニの回数が 2,3 回あったのではないかなって感じで、合計金額こちらです。 28,791円となっております。まあ、1日から5日の間でこんなにも出費をしてしまったというこんな感じですね。はい、まあ、先月は大体が3万円超えだったのに対して、今月、まあ、1週目はまだ28,000円、まあ言うても3万円弱ですよね。やっぱ使ってしまってますね。はい、ということでこちら現金と外食費クレカの仕分けをしていこうと思います。いやー、この外食費と現金を分けることによって、なんかなんじゃろう、分けんかったら今までと同じような感じの見え方なんですけども、分けたら分けたで結構食費日用品はやっぱ意識的に抑えられているのではないかなっていうふうに思います。やっぱりちょっと見えにくかったんで、ピンク色の点のところ緑で囲います。次からちょっと緑で点を打っていこうかなって思っております。はい、そんな感じで青色、赤色、ピンク緑ですね、こちらの3種類の合計金額を出していこうと思います。上から現金、クレカ、外食費ですね。まず現金ペイペイの合計金額が 14,443円となっております。そんな感じですね。はい、クレジットカードの合計金額が西松屋とガソリン合わせまして8042円、
外食費の合計金額が6376円ですね。こんな感じに仕分け終わりました。どちらにせよ1万円、1週間1万円チャレンジは失敗なんですけども、この1週間の食費、日用品、その合計金額、現金で払った金額が14443円。こちらがやっぱセブンイレブンですね。セブンイレブンとウォンツがでかかったというか、これがなければいけてましたね。なんと気づいてしまった。コンビニさえなければいけてましたね。いやー悲しい。あとウォンツでお酒買うの我慢しとったら全然いけてましたね。4000円オーバーです。来週は本当にコンビニは我慢しようと思います。あと外食費ちょっと使いすぎてますね。残りが3000円弱ですね。あと1回ぐらいしか買えないですね、外食費。こんな感じでした。1週間早い。1日から5日、時間が過ぎるのが早かったです。この3日に出費が集中してしまっている部分もあるんですけども、他の日は1万円は超えず、ちょっと多少意識はできているのではないかなって思います。こちらの収入の部分はですね、旦那さんのお給料が入った時、私のお給料が入った時に書こうと思います。一応言うとくのが、お給料日が旦那さんが15日で、私が28日となっております。はい、そんな感じで今回の家計簿も終わりでございます。1週間に2万8000円も使ってしまったということなんですけども、そう考えたら前回コストコで2万8000円ぐらい使ってるから、1週間分の金額を1日でコストコで使ってたってことですね。いやはやコストコマジック怖いですね。はい、こちらセブンイレブンのレシートですね。子供たちのアイスを買った時のと、こちらが、3日、お休み始まりの日のセブンイレブンの購入品ですね。めちゃめちゃ恥ずかしいんですけども、こんな感じですごい浪費ですね。食べ物しかほぼほぼ買ってないんですけども、あとワンピースが旦那さんが欲しいって言うてたんで買ってあげました。そんな感じです。はーい、まあこの悲しい結果にはなってしまったんですけども、先週じゃないわ、先月よりかは全然抑えれているのではないかなっていうふうに思っております。一応そういう意識がですね、常に芽生えているわけでして、はい、これもまた皆さんが見てくれているおかげとなっております。本当にありがとうございます。いろんなアドバイスとかコメントとかいただきまして、やっぱその節約をちゃんとしなければならないなっていう気持ちと、やっぱ誰かに見られているっていう気持ちが、やっぱりちゃんとしなきゃなっていう気持ちにしてくれるので、本当に私にちょっと向いているこの節約方法といいますか、家計簿の方法なのではないかなっていうふうに思います。ただちょっとまだ自分に甘い部分があるので、そういうセブンイレブンだったりとかね、お酒を買う部分とかだったり、今はもうすごくでかいお酒を買いまして、それをちびちび飲んでいる状態となっております。日に日にレモンサワーを作る比率がめちゃめちゃうまくなっていってます。はい、そんな感じで今お絵かきしてるんですけども、これは息子に、息子が保育園から帰ってきたらあげようと思っているみかんのアンパンマンですね。もう本当に絵が下手なんですけども、なんだろう、旦那の絵がうますぎていや自分の絵がね、うまく描けてますよねこれ。はい、今回はなかなかうまく描けたような気がします。
はい、そんな感じで今回は11月の1週目の家計簿のお話だったんですけども、まあ見事4000円オーバーしてしまったんですけども、来週はできるだけ1万円に近い金額で納めれるようにもうちょっと頑張ってみようかと思います。まずコンビニ行くのをやめる、そこですね。まあ、結構前から言ってるんですけども、まずはそこを一番に頑張ろうと思います。本日もご視聴ありがとうございます。お疲れ様でした。